ご視聴ありがとうございます DJ イグサがお送りしております昭和の朗読今回お送りいたします作品は野村古道作銭形平治取物控えより美女罪ありこの作品は昭和24年1949年 オール読み物十一月号に掲載されたものですそれでは本文をどう第一章おやぶん、変な野郎が来ましたぜガラッパチの八五郎横っ飛びに路地を突っ切って庭口から洗濯物をかき分けながらあっと縁側へ顔を出しました 神田明神下の銭形平次の住まい秋の朝日が長々と這い上がって簡素な長度を照らしておりますどこへ何が来たんだ相変わらず騒々しいなおや平次はとぐろをほぐして面白そうなこの中心を迎えましたやんこが二人。太ったのと痩せたのが角の酒屋で聞いてみましたよ。高名なる、 銭形平次殿のお屋敷はこの辺りではないかとねお屋敷は嬉しいじゃありませんかぺろりと下を出していわゆる平治殿のお屋敷中を一目に見渡す八五郎ですおしずの手が届くのでどこからどこまでなめたようにきれいですが座布団2枚長火鉢が1つ鉄瓶と茶道具とそしてそうして それっきりといった簡素そのものの小市民生活ですお城と言わねえのがめっけもんさいずれお家の情報をともきり丸かなんか紛失して駅舎の代わりに俺のところへ来るといった寸法だろうよそんな話をしているところへ頼もうなどと憲兵らしい声が聞こえてきましたさて女房の しずに取り継がせてたった一まきりの六ジョ墓に通されたのは八五郎が前触れをしたとおり太った中老人と痩せた若い武家の二人2人拙者はさすがや町に住まいいたすお連中様御用人島五六郎様用人川前一助と申す者主人名代としてまかりこしました拙者は 富坂帳に住んでいる千本鴨の城と申す者それは痩せた若い方でした2人は名乗りを上げて真四角にお辞儀をするのです岡っ引き風情にこう丁寧な挨拶をするのはいずれのっぴきならぬ頼みがあってのことでしょう銭形平次は膝っ子像をそろえて相手の出ようを待つほかはありません ほかではないが平治殿折り入っての願いがあって我々両名わざわざ参ったがなんと聞いてはくれまいかよく太って油切って鼻が大あぐらをかいている五十二三の真っ黒な男ですが調子が髭ゲマンで妙に抜け目がなさそうで惜しぶんなく用人連れがしていそうです 最も主人の島五六郎は大奥の聞け者で六高三百石八高五百石合わせて八百石にすぎませんが県政ははるかに数千石取りの大臣を凌駕し用人風情の川前一助までが同行の御家人少々人間が甘そうではあるが五十石取りの地元金之丞を 顎で使いまくりそうにするのでした。平時は黙って控えました。要件も言わずに強引に引き受けさせようと言った。この味噌すり、用人の憲兵らしさが気に入らなかったのです。実は多分をはばかるのだが、川前一助部屋の隅に引っ込んでいる。八五郎の長い顎を横目でジロジロとなめ回しながら。 切り出しかねる様子です「その野郎ならご心配なく節穴みてえなものを二つ持っておりますが兄を聞いたって人に漏らす気づけはございません。容易ならぬ大事だがそれじゃあ何にもしてらずにお帰りを願うほかはございません。お勝手には女房がおりますし少し大きい声を出しゃ向こう三軒両隣へ聞こえるような浅間まな住まいでございます。 それに入り口には酒屋の城が聞き身を立てて寝そべっておりますよ。八五郎はまた余計な口を出したのです。自分を邪魔扱いにされたのが小爵に触ったのでしょう。黙っていろその調子だから使徒様はおめえの顔を見ると用心するじゃねえか。えこんな野郎でございます。どうぞご心配なく。さようか。 では申し上げるが他言は固く無用に願いたい実は小石川伝通院大修復のため大奥から千両の寄進がありそれに添えてお連中様お奉納の調度品の数々お墨付き一通とともに明後9月9日に御無用代のご参拝とともに伝通院まで持参することに相なり 拙者主人島五六郎殿はお役目柄千両の金子とご奉納の品々をお預かり申し上げたのだが差谷町ではいかにも足場が悪く幸いお広式添番衆、千本金之城殿のお住まいが伝通院の近所にあるのでしばらくそこにお預けして九月九日を待つことにあいった。 平次は黙ってその先を促しました2台の釣り台で富坂ョボの地元本殿お住まいに持ち込んだのは3日前何分身にも世にも替え難い大事の品ではあり一時も目を離すわけにいかないので主人名代として拙者が詰めかけ地元殿ともども寸胞の油断もなく守護いたしたが昨夜や 昨日の明け方と申した方が良いあろうことか千両の大金とともにご奉納品の品々お墨付きまでが煙のごとく消えうせてしまったのじゃ千両の金は償う道もあるがご連中様のお鏡郷野義弘の御懐見、御章を願って断たれた一握りのお元取りそれにお墨付きなどは代わりの品があるべきはずもなく。 明後日お局衆の第三までに間に合わなければ拙者主人島五六郎様はじめ拙者までも腹でも切らなければ愛なるまい千本殿は表向きお役目を承ったわけではないがこれとでも重きお咎めは免れない昨日一日必死の探索をいたしたが誰の仕業とも分からず。 いずこへ持ち去られたものか手がかりもない恥を忍んでお願いに参ったのはこういうわけだ闘魂江戸中で名の高い平治殿こうなってはもはや秘伝の知恵にすがるほかはないこの通りだ平治殿拙者主従を助けると思って乗り出してはくださらぬか用人川前一助はその高慢な殻をかなぐり捨てて 畳のの上に両手を落とすのですで千本金之丞もそれに誘われて膝に置いた手を不器用らしく滑らせました第2章出かけるんすか親分路地の外へ立ち去る2人の武家の後ろ姿を見送ってガラッパチの花はきな臭くうごめきますせっかくの頼みだともかく行ってみようよ。 へっあの公慢な面を見ると保釈に触るじゃありませんか放っておきましょうよ占領箱なんかどっかの蜘蛛の巣に引っかかってますよこんなことを言う八五郎ですば、まあなんていうことを言うんだへえ武家の内輪ごとに首を突っ込むのは嫌だが放っておくと受け合いに3人腹を切らされるよ腹なんか切りつけていますよあの出会いはわさねえか八 いくら憲兵面が尺に触ってもみすみす二人三人の使徒を殺すわけにはいかねえおめえも来るがいい久しぶりの宝探しだ平次はそんなふうに考えているのでした不服らしい八五郎と一緒に富坂ょぼの地元邸へ着いたのはもはや昼過ぎ五十刻の昇進ですが。 お式添え藩衆というともかく百石の百高がついているので家屋も小綺麗に寺町の林の中はまことに別天地の感じですなるほどこの辺りは悪かありませんね水戸様と伝通院の末路に挟まれているから木が大きくて薄暗いがその代わり隣の夫婦喧嘩もめったに聞こえね相変わらず八五郎は太平楽でした 遠慮しておかってから訪れると小女に取り継がせてゼニガタどう呼ぶで表へ行ってくださればいいのにと女才なく迎えてくれたのは二十四五のこれは抜群の美しい名義でした色白なのが青い合わせとよく似合って眉の跡がクエシューのように霞んで見えるのもなんとなく気高い感じがします相対に お人形のように整った顔は、少し険しげではありますが、打ち解けた優しい言葉遣いとともに、八五郎をタジタジとさせるには十分でした。続いて主人の千本金の城が出てきて、手を取らぬばかりに二ありを案内しました。小旗元や御家人の屋敷に共通の天井の低い、窓の小さい、ま数の多いうちで、 狭い廊下を曲がりくねって奥へ通されるとその行き止まりの八女墓に三十二三の立派な武家と戦国平治のところに訪ねてきた用人の川前一助が空っぽの床の間を睨んで難しい顔をして相対しているのでした平治が参りました地元金之丞が披露をすると「さようかそれはご苦労であった」。 客の武家は軽く顎をしゃくりました申すまでもなくご連中様用人島五六郎長身白石で鼻の高い唇の赤い美男子主人千本金之丞の貧乏臭くひょろ長くいささかきょとんとしたのと比べては大変な違いですとんだ五歳なんで察してくれるか平次。 千両の金はどうにでもなるがご連中様が心を込められたご奉納の品々とお墨付きは取り返しがつかないあれがなくてはこの島五六郎腹を切っても追いつかぬところだ島五六郎は眉を垂れて立派な顔を曇らせるのです前後のことを詳しく受け止まりたいと存じますが平時の問いにつれて島五六郎と 妖人の川前一助はもう一度事件の起こった前後の事情を説明してくれるのでしたそれによれば占領箱一つと奉納の品々はそれぞれ三坊に載せて釣り台に納め島五六郎自身前区を承り千本金之丞は光栄として半蔵門を立ち入れ足軽実機を従えて富坂帳坊のここへ落ち着いたのは 三日前の夕刻警護を緩めたわけではないが足軽はそれぞれ引き取らせて島、地元両氏、漁師のほかに用人川前一助若遠う始末それに町役人の誰彼も協力しておさおさ守備に怠りはなかったというのです。おとといの晩は難儀の心尽くしでねぎらいの酒が出て島五六郎はほろ酔い期限で 宵のうちに、さすが屋町の自宅に帰ったが、後には、洋人川前一助が残って、主人千本金之城とともに、床の場に据えた品々を、よっぴて厳重に見張っていたというのでした。が、厳重に見張っていたと言っても、二晩も、熱の晩が続いては、さすがに疲れないわけには行きません。明け方二人とも、ついとろとろとなった。 と気がついてあたりを見ると床の間の左右に据えたし台の百目ろうそくが2本とも消えていた雨戸の隙間からは朝の薄い光が差し込んでいるもとより何事もあるはずはないと思ったので拙者はそのまま長寿に立ち地元殿はご自分で縁側へ出て雨戸を開け二人一緒に部屋の中へ立ち返ると床の間は空っぽになっていたのだ隣の部屋には 島家の若党の牛松と隣の酒屋森川屋のせがれ又吉が大きな目を見張っていたと申しておる。川前一助はこう言い切ります。およしきの外は町役人がとびのものを指図して厳重に固めている蟻リの廃出る隙間もなかったはずだ。川前一助の言葉には自信が満ち満ちております。